と生徒会の仕事があって遅れた。それにしても今日はかなり暑いな。本当、いよいよ夏が来たって感じ。ここに座ってるだけで汗かいちゃいそうだよ。はい、アリサちゃん、日焼け止め。おー、サンキュー。つーか、日焼け止めまで塗って中庭で食べることもねえけどな。今日くらいどっかの教室で食べるのもありじゃね。私は外でお弁当を食べるの好きだな。青空の下、みんなでご飯を食べるとなんか美味しく感じるし。私も外で食べたい。確かにちょっと暑いけど開放感が全然違うもん。まあその気持ちはわかるけどさ、にしたってこの日差しはさすがにやべえだろ。なんだかあっという間に夏になっちゃったよね。この前2年生になったばっかりだと思ってたのに。確かに。あと授業内容も1年生の時より確実に難しくなってきてない？それ私も思った。私は特に漢文が苦手だな。帰り点だっけ、あれってちょっと複雑すぎない？けどかすみはギターのコード表が読めるよ。漢文の先生はコード表読めないと思う。そっか。そうだよ、私コード表読めるもん。漢文が読めなくてもプラマイゼロじゃねえから。ね、そろそろお弁当食べない？お昼休み終わっちゃうよ。だね、それじゃあいただきます。いただきます。あー、美味しかった。ごちそうさまでした。でね、さっきの話の続きだけど、バイト先の先輩が。ちょっと待てって、こっちはまだ食べてるんだっつーの。じゃあ食べながら聞いて。先輩がね。なんだか今日はおたえちゃん楽しそう。いつもよりお弁当食べるペースも早かった気がするけど、気のせいかな。あれじゃない、最近私たちライブする機会増えたじゃん。だからおたえもテンション上がってるんじゃないかな。なんだか私も毎日楽しい気分になっちゃうし。次のライブに向けて今日も放課後クラレンだもんね。あ、そういえばかすみ、昨日の練習の時蔵に漢文の教科書忘れてったろ。持ってきてやったから後で渡す。え、そうだったっけ。高校の授業確か漢文だったよね。ありがとうアリサ。やっぱり持つべきものはアリサだよ。なんだよそれ、意味わかんねえし。ねえアリサ、嬉しい時は嬉しいって言っていいんだよ。うるせえな。けどさ、いよいよあと1週間だね。私本当に楽しみだな。1週間？あれ、1週間後って何かあったっけ。ごめん、私なんか忘れてる。私も特に思い出せないけど、さやちゃんは？あ、私も心当たりないかな。かすみの誕生日は7月14日だからもうちょい先だろ。となると、わあ、アリさん、私の誕生日を覚えててくれたんだ。やっぱり持つべきものはアリさだよ。だから意味わかんねえって。アリサの誕生日は10月27日でしょ。サーヤは5月19日で、おたえは12月4日、リミリンは3月23日。どう？別にどうって得意がられても。あ、そうだ、アリサってサソリ座じゃん。サソリ座とカニ座って相性いいんだって。知ってた？私カニ座。知らねえよ。つーかおたえ、1週間後ってなんだ？もしかしておっちゃんの誕生日とか？ブブー、不正解。それじゃおたえちゃんのお母さんの誕生日とか？残念、誕生日から離れて。ヒントは？ヒントお願い。
いつの間にクイズ形式になったんだ。つうかみんな心当たりないってことはそんなに大したことねえと思うぞ。で答え正解は、正解は1年前私たちがスペースのオーディションに合格した日だよ。スペースのオーディション、そっか、そう言われれば確かにそうだね。スペースでライブした日のことは覚えてたんだけど、オーディションで合格した日までは。おたえはその日付まで覚えてたんだ。てかおたえ、急にいいこと言うのやめてくれね。心の準備が全然追いつかねえんだけど。わあ、ここの授業始まっちゃう。とりあえずこの話の続きはまた後でしよう。ね。